東南アジアでは4月の下旬になって各地で暑さが厳しくなっております。40度を超える最高気温が観測されております。ではまずその最高気温のデータをご覧ください。こちらがおととい27日土曜日のものになるんですけれども、ベトナムの北中部に位置しますハティンでは27日に最高気温 42.4 度、28日日曜日には 42.1 度と、42度以上の暑さが続きました。海に近い都市で普段はあまり気温が上がらず、平年のこの時期の最高気温は30度ほどなんですけれども、ここ数日は陸側からの南西の風が吹いたことで、温度が上昇したものとみられます。また35度を超えるのが当たり前のタイでも、今月は40度以上の日が多く、バンコクの北に位置しますハトゥムターニーでは最高気温が 42.5 度を観測しました。フィリピンではルソン島中部のタルラック州で40度を上回る暑さになっております。この暑さ、衛星画像を見てみますと、ご覧の通りですね、日本の南の海上からフィリピン、そして東南アジアにかけて、雲のない領域が大きく広がっています。夏になると日本に暑さをもたらす太平洋高気圧が、現在西の方に大きく勢力を広げているものになります。この高気圧の勢力はすぐには変わらないため、5月の初めにかけて東南アジアでの厳しい暑さは続くものとみられます。で、太平洋高気圧の北の縁に形成される前線が、いわゆる梅雨前線というものになるんですけども、現在は雲の帯が途切れているものの、さらに明瞭となってきますと沖縄の梅雨入りにつながっていきます。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。